皆さんおかえりなさい。はいはい、毎週月曜日から金曜日までここ茨城県牛久市の情報を全世界にお届けしております、はい、チャミュー TV、はい、私司会の牛久が大好き、地域が一つの大きな家族が元のチャミューです。どうぞよろしくお願いいたします。そして、はい、月曜レギュラーのみわっちでございます。おこんばんは。おこんばんは。今とんでもないことになっております。はい。みやっちびっくり。みやっちびっくりでございますけど、はい、多分視聴者さんももっとびっくりでございましょうね。はい、まあ、早速始めていきたいと思いますけれども、はい、毎週月曜日私ちゃんみよとみやっちがお届けしております。よろしくお願いします。よろしくね。目線がどうしてもなんかそこここにこうどうになっちゃうんですよね。どどどん。まあまあまあね。はい、始まりましたが、はい、本日11月の9日の月曜日。です、はい、826回目のチャンメン TV となりましたけれども、はい、本日のねみわっちに触れたいですけど、まずはね、はい、龍馬が愛したゼオなんでしょう。龍馬が愛した船、ブブー、違うか、なんだ、じゃらだらだん、龍馬が愛したコーヒードロップス、コーヒー長崎コーヒー味で自慢ということでね、1865年、慶応元年です。コーヒー伝来発祥の地である長崎は出島でしか味わえなかったコーヒー味のキャンディーを、今日はね谷町スポンサーさんのゲスト南部コーヒーさんなので、谷町スポンサー失礼しました、ドドン、はい、どうぞ空耳が聞こえた大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です、はいはい、じゃあ通常です。みわっちは、はい、みわっちはですね、うんうん、ドドン、みわっち週末心も環境もクリーンということで、なので週明けちょっとクリーンじゃなくなっちゃった、ちょっとなんかドドンってなっちゃったんですよ週明け、ドドンと、今日はドドンとお送りいたします。ドドンと、これね、うん、うん、どんどん祭りのど、うん、昨日あったでしょ、うん、ありました。11月8日、うん、どんどん祭り、うん、第18回目開催しましたね、うん、そうですそうです、うん、でそんであともう一つ大切なことが、うん、始まりましたね、あ、どすこいどすこいどすこいスペシャル情報、今日から始まります、楽しみに、お楽しみに、スペシャルがどうなったか、どうなったかな、はい、しかもこれね、スペシャルね、うん、スペシャルに今日ね、このドーン油性マジックで書かれました、うん、今Now 本当に消えるのかな、ちょっと心配なんだけど、あとでねこれね先々週の放送で、うんうん、あの歯磨き粉で消えるっていうねことをね、うん、聞いたから、これ実験コーナー見ると映るかもしれない、実験コーナーがね今日ねやることになりまして、マジックでこのドーンかかりましたので、後半もお楽しみくださいませ。はい、ほら、あ、コメントいただきました、ほら映った、え、来た、ほら映りまーす、見えるかな、見てると映るよ、はいはい、コメントですか、はい、うんうん、コメントコーナー、あ、コメントコーナーになった、はい、火星人のコメントコーナーです、パフンパフン、はいはい、おかえりなさい、ほら映った、映ってるよ。おかえり。おかえりなさい。映ってたよ。はい。セクサさん。はい。ついに見せましたか。そう。やろね。本当。見てる？ハートもちゃんと書いてあるのよ。もうあの本番ね、15秒前に書かれましたね。そうそう、はい、あの、ちなみに、うん、どの文字は、うん、ふと文字、はい、ハートは細文字で書いております。もうちゃんと使い分けですね、素晴らしい火星人、うん、いやー、これだわ、映ったかな、はい、今チャンミュー TV がズームイン朝みたいになってますからね、ズームイン朝、そう、そう、まあチャンミュー TV みんなが参加型の番組なので、ね、ご覧いただくことは嬉しいですね、嬉しいです、コメント私は聞き逃してたので、うん、ちゃんと対応していただきましたか、はい、もちろんでございます、ありがとうございます、はい、皆さんおかえりなさい、おかえりなさいませ、まあね、その中で賑やかにお届けしているチャンミュー TV でございます、はいはい、あ、コメントいただきました、うん、どなた、はいはい、うん、赤ちゃんです、ね、赤ちゃん、はい、今日から地球の里情報あるんだな、あります、確かに確かにありますよ、ありがとうございます、よろしく、よろしく、よろしく、来たよ、はい、じゃあ楽しくお届けしていきたいと思います、はいはい、
はい、本日はね、はい、もう盛りだくさんのコーナーでございます。もりもり牛乳もありますし、もろもろの牛串情報もありますし、今日からね、季節ある情報もあって牛手もあります。その後にみなっちのみなっちの牛久前期ダーツの旅、笑ってこらえないでがありますね。そして南部コーヒーなの、はい、今日は誰が登場してくれるかな、どなたでしょう。私もねちょっと今日楽しみなんですね。さらに ね楽しみしまたいろんな実演ございます、はい、はい、楽しみにしていただきたいと思います、はい、じゃあ早速ですね、はい、始めていきたいと思いますが、はい、その前に提供さんのご紹介でございますね、はい、では VTR どうぞ。 VTR CM VTR に行かない、どうぞ。チャンミオ TV は佐藤新聞舗様、高萩カントリークラブ様、みちるし筑波中央法律事務所様、株式会社染谷生活支援部様、旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社山陽ホーム様、南部コーヒー様の提供でお届けいたします。衣装提供は門倉商店さんと帝さんの提供です。チャンミオ TV は、はい、ということで続いてのコーナー牛乳でございます、はい、2015年11月の9日ここ茨城県牛久市で起こったニュースだけをお届けしていきたいと常日頃考えております。私、はい、牛久のニュースを増したら右に出るものいないチャンミオです。よろしくお願いします。そしてそしてえ、あ、そしてそしていらないね、いらない。なんか今すごい今もう構えてなかった。ダメじゃんよ。失礼しましたね、はい、アシスタントのみまちです、はい、すいません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ本日のラインナップです。私もちょっと抜けてましたね、はあ、散髪行ったんですかって声がどうしても聞こえてしまって、ね、はい、はい、じゃあ行きましょうか。今日ね2つでございます、はい、はい、じゃあ秋の火災予防運動、はい、本日から秋の火災予防運動が始まっております、うん、ということで、はい、2015年11月9日から11月15日まで、うん、兵庫が無防備な心に火災がかくれんぼ、あら心に、そう、無防備な心に火災がかくれんぼしてますよと、あ、無防備な心に火災がかくれんぼ、なんかこう、うん、恋愛でこう燃えちゃったか、心が燃えちゃったかのような感じの、まあ、そういうのと、ね、なんかあれしてるのかもしれないですけども、うん、空気が乾燥して火災が発生しやすい季節を迎えるにあたりまして、うん、一人一人が火災予防に対する意識を持つことにより、うん、火災による悲惨な焼死事故や、うん、貴重な財産の損失を防ぎ、うん、放火されにくい火災に強い街づくりのために毎年11月9日119ですね、11月9日から15日までの1週間秋の全国火災予防運動期間と定めていて、うん、まあ、無防備な心に火災がかくれんぼ兵庫に、まあ、火災への注意を呼びかけているということでございます。まあね、うん、今までにいろいろな子がねその火災のポスターになってるんですけども、すごい可愛い子ばっかりだね。可愛い子しかいません ね振り返ってみるとね、火災とどう関係があるんだろ う, う どう考えるか分かんないけど、中リーサさんとかね、うん、桐谷美玲さん、南アッキーナとかね、うんうんうん、あとねこの辺全員知らないですね。ほら新垣結衣さんとか新垣結衣ちゃん、新垣だそうだ、いつも新垣って言っちゃう、新垣、新垣結衣ちゃん、ガッキー、あとね能年玲奈ちゃん、うん、うん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 、 あともう分かんないです ね最近のが全然分からないですけど年取ったってことかな、年取ったってことですかねそうですね、あんまり認めたくないんですけど ね、はあ、大丈夫ですか。すみません、今ミンティア食べちゃった。なんで食べたの今喉が痛かったからびっくりした、ごめんねすいませんびっくりしたわ、自由な番組ですね、まあ、とってもいいでしょ、ありがたいです。でね、あのねちょっとだけね、うん、あのふんふん牛久市内でも、ふんふんふん、その秋の火災予防運動をやっている、はい、子たちがいたんです。今日はね牛久、日立の牛久駅の、駅とそして声優で、うん、その火災予防を呼びかける牛久のね文化認定子ども園さんがやってたんですけども、うん、ちょっと、ね、やってる様子はね、うん、残念ながら私も女性消防団で、ね、火の用事お願いしますって言ってたので、うん、後ろ姿だけですねちょこっと撮ったんだ、お届けしたいなと思って撮ったので、じゃあ VTR ございますな。そう、一番最後のところ、はい、こんな可愛い子たちがやってましたよっていうところ、はい、プレゼントの私今日は火災予防と頑張りましたので、消防署の方々にありがとうございますとご挨拶してから帰ります。はい、気をつけ、はい、はい、じゃあありがとうございました、ありがとうございました。
あれだけの可愛いもね、多分年長さんかな、うんうん、がもうみんなでもう火の用心お願いします、火の用心お願いしますってやってるのが超可愛いのよ。一緒にやっててくれたの？一緒にやってて、そうで私がせーのって言うと、うん、火の用心お願いします、もっと声高いでしょ、超可愛い、お願いします、まあ、そんな感じかも、うん、でもね、で道行く人がこうね声優に入って、私声優係だったんだけど、うんうん、こうみんなこうやって渡していくんだけど、うん、もう普通チラシってあんま取らない人多かったりするじゃない、うんうんうん、もう今回に限ってはほぼほぼみんな取ってくれましたね、うん、もうちっちゃいの可愛い子供たちからは受け取らないわけにいかない ね、うん、だからね、まあ、牛久の皆さん温かいなと思いました、うん、はい、火の用心気をつけてください、ね、はい、火の用心お願いしますということで、ちっぽん火事にのもとちょんちょんということでね、はい、はい、じゃ続いていきましょうか、はい、うん、昨日行われた牛久林大作戦ですな、はい、牛久林大作戦、こちらもダブルで CTTV ニュースということで、はい、最近頑張ってますね、ね、CTV はダボで頑張りました、やっております、じゃあ早速 VTR があるということなんで、はい、VTR どうぞ、おはようございます、おはようございます、初参加ですか、2回目です、活動を行いたいと思います、今から出発していただいて8時15分にこちらに戻ってきていただきまして、今行ってらっしゃい、おはようございます、今日は11月8日日曜日、第2土曜日、第2日曜日の牛久林活動、今日は牛久沼周辺の大牛久林作戦です、みんないっぱい拾ってます、イエイ、いってらっしゃい、よろしくね、カッパも頑張るよ、こんな大きなものが落ちてました、これ牛久市にご報告は大物が落ちてますね、発泡白いだ、じゃあ持ち帰り、帰りに拾ってきましょう、どうしますか、大変、もう牛久沼がこれで一つ救われました、これは一旦戻りましょう、ね、すごい、これ貝いっぱい落ちてた、置いてたんですか、じゃあ持って帰りますね、どうだ、あ、ペットボトル、あ、ペットボトルも燃えるで大丈夫だよ、海岸でもみんな一生懸命拾ってますね、コーヒーまで、ローソンで買った人ちゃんと捨てましょう、持ち帰りましょう、叱るべきところに捨てましょう、ね、そうだよね、ここしか住めなくなっちゃうよね、そう、カッパが泣いてしまいます、ゴミがいっぱい拾えましたか、あ、すごい、もう持てなくて棒までこんな風にして運んでるんですね、
よく考えついたね。みんなゴミでやってるんだね。ゴミが、ゴミ袋、ダンボールの中にゴミが入ってます。不法投棄、あれはもう本当の不法投棄というぐらい慣れたっていう場所にあります。でも足元が悪く命に関わるので行けそうもありません。森の奥、森の奥、俺が行ってみたらたまたまあった。たまたまあったってこれすごいね。お疲れ様。すごいな。熊とかに食われてた。あら、熊かな。熊すごい。じゃあ燃えないでください。おはようございます。戻ってきました。いや、牛くりん作戦、皆さん本当にお疲れ様でございました。今回は牛くり、うん、牛くぬもを清掃する牛くぬま、うん、牛くぬも牛くりん大作戦ということで、本当に多くの方にねお集まりいただきまして、本当に本当にどうもありがとう。牛くりんでございました。60人ね、過去最高です。みやっちも、うん、本当にあのちびっ子たちもね、普段来てくれてるちびっ子の他にね、うんうん、スポーツのね少年たちがいっぱい来てくれました。牛くりの皆さん本当にありがとうございました、うん、でね、まあ、今回のこの牛くりん大作戦というのはもういろんな方から支援していただいてて、うん、まあ、ビブスもそうです、うん、ビブスと、うん、あと、まあ、ゴミバサミとか、うん、そういうのは茨城県森林故障環境税を使っています。そしてゴミ袋、大きなゴミ袋分別をするんですけど、そのね後に分別したものを入れるのは牛久市、はい、環境政策課さんからの、提供。そして、はい、小さいゴミ袋と軍手はこれは JT さんからの提供でございます。なんかちっちゃい子供用の軍手もあって可愛かったね。あれはね、うん、あのね我らが用意したの、新田さんが。新田番長、新田番長、ありがとうございます。ありがとう、新田番長さん、あー素敵だ。うーん、ね、あ、はい、コメントいただきました、うんうん、はいはい、うん、はいはい、セッサー様です。うんうん、あれ、はずちゃん、また髪の髪を、おお、気づいちゃった。そうなんです。蛍光色にまだ塗料残ってるそうですよ。まあ、先週ね、うん、不在だったのでね、うん、あれでしたけど、うん、水曜日に染めたみたいです。はい、目に眩しいですよね。キラリン、黄色い人って言われてた。黄色い人、黄色いおじちゃんって言われてた。もうおじちゃんなんですよね。はい、はい、ありがとうございます。カリアンさんですね。おかえりなさい。昨日の映像だ。お仕事早い。いい腕持ってんでしょ。みやっち頑張りました。いい腕持ってる。イエイエイ、頑張りました。ありがとう、はい、とんでもございません。いやでもこうやってね、うん、映像に牛くりん作戦になるのは、はい、みやちのおかげでございます。いや、とんでもございません。カメラ片手に雨の中こうね、その掃除しながら、こう行ってましたから。じゃあみやちじゃないか、カッパだからね。カッパ、ね、カッパが行ったからみやちの代わりにね、昨日はね。ございました、はい、ということで以上牛乳でございました、うん、続いて参りましょう。牛久市観光協会情報ですね、うん、はい、ハートフルクーポン券発売中でございます、うん、ということでもう皆さん、うん、私ねごめんなさい、まだね現金がなくて買えてないんです、うん、なるほど。お財布の中に1円も入ってなかった。どうやって来たの今日。いや、あの大丈夫です。大丈夫、免許証あれば車を運転できるのね。そうかそうか、お金使ってませんから。今日見舞いなんかご馳走しようか。大丈夫です。大丈夫大丈夫、建て替えが戻ってきたので大丈夫です。よかったです。すいません。なので今日は買えます、はい、ハートフルクーポン券、はい、よかったら、はい、でですね、牛久市内のハートフル、はい、ハートフルクーポン券取扱店で使用できる、まあ、商品1万円買うと1万1000分もね、うん、お得に使えますので、うん、皆さんぜひお買い求めいただきたいと思います、はい、うん、いろんなものに使えますので、うん、これから登場する南部コーヒーさんでも使えます。コーヒー飲みに行こう、はい、ぜひご利用ください、うん、はいはい、もうね発売しているので、うんうん、5日からスタートでございます。大好評なので、ね、うん、売り切れる前に皆さんぜひお買い求めください、うん、続いてです、はい、牛久菊祭り開催は明日まで、です、うん、明日まで、夏ってない、そうです、まあ、1月1日、11月1日から始まっておりまして、11月10日まで開催されている、うん、まあ、牛久の花の菊の菊祭りでございますね。中央障害学習センターで、いや何も花が菊なと思って、あ、そうね、はい、すいません、スルーしました。はい、現在菊祭り開催されてるんですけど、明日まで、うん、で、うん、会場では新品種、うん、まあ、はるかちゃんが、ね、作っている、うん、はる、上村はるかちゃんが作っている新品種の名前の募集だったりとか、うん、即売会なんていうのも開催されてますので、皆さんもぜひ会場に足を運びください。はい、
今日はお休みだったんです。ここどこはね。うんうん、明日で最後ですから、ね。明日最後ラスト。よろしくお願いします。行かねば。行かねばです。ねばねば。行かねばならないでば。で続いてキャンティークラシック牛久で楽しもうということで、はい、牛久のね有効都市のグレーベインキャンティー市の名産のワインのキャンティークラシック牛久市内で飲んだり開店できるようになっております。帰る、うん、店南部コーヒーさん買いますので、はい、ハートフルクーポン券も使いますので、ね、よろしくお願いいたします、はい、ということで以上牛久市加工協会情報でした、はい、続いてはこちら牛久市情報でございますね、うんうん、ねみんなの幸せ見本市も4回目の開催になります、うんうん楽しみながら、体験参加できる医療、うん、健康福祉、うん、介護子育てに関するイベントが、うんみんなの幸せ見本市、うん、見て、うん、聞いて触れて楽しもうということで、うん開催されます。日時が、うん11月15日の日曜日、うん、10時から2時までです。開会セレモニーは9時40分から始まります。場所は我々は行けないのです、うん、家族の日の、ね、イベントがありますので、うんうん、で場所牛久運動公園の体育館でございます、うんうんうんでね、こちらのイベント、うん入場無料、ほう雨天結構ほう雨でもやります。それは結構、はい、結構結構結構じゃない時もあるんですけどね、結構が泣いてました。そしてね、上履き運動靴など皆さんご持参ください、ね、はい、はい、そしてね、引きこもりその向こうに見えるもの、うん、希望への出会いを求めてということで、うん、茨城県精神保健協会の理事の渋谷先生という方が、うんはい10時半から講演をされるということでございます。ちなみに手話でも通訳があるということです。バスに階段の階段登ってくださいって階段階段階段だよこれ、うん、行ってください。なんだっけ、協力してくださいお願いします。昔あったのに協力してくださいみたいな、なんだっけ、あの CM でやってたの。何の CM だ、西村なんとかさん、ともみさんみたいな、忘れました。覚えておきましょう。手話でも、はい、ぜひ皆さん足を運びください、はい、続いてです。牛久駅東口、うん、一般車送迎レーンについて、うん、これ重要なニュースでございますかね、新しくなった牛久駅の東口のロータリーは、うん、一般車乗降レーンを設置していて、うん、これまでは、公共交通と送迎車が混雑して、うん、で渋滞していたのをもうなくそうという試みなんです、うんね、なので公共交通と、送迎車は別にならなきゃいけないんです、うん、そうなんですそうね、なのでそこ 迷いました。そうだから一番端と真ん中の2つと違っていて、うん、一番端が公共です、うん、でこっちの真ん中の2つが、ね、そう、普通の送迎の車でございますので、皆さんね気をつけてください、うん、もしも、はい、一般の車両が公共車のねレーンの方に入ってしまうと、うん、バスとかタクシーの、運行に支障が出てしまったりとか、あと交通事故発生の原因にもなってしまいます、うんうんはい、なので皆さんね、中央の2レーンを、一番端はダメ、一番端は公共です、うん、なのでマナーを守って安全な、駅前の実現にご協力よろしくお願いいたしますということでございましたね、うんはい、そして最後ですね、はい、カッパー、メールの地域安全情報ということで、うんうん、これ今日じゃないですよ、牛久市内のご家庭に、うん、高齢者のご家庭に孫を名乗る嘘の電話が複数かかってきているそうです、うん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 、犯人はおばあちゃん孫の声も忘れちゃったの、明日おばあちゃんの家に行くからなどと言って家族を信用させようとしています。このような、はい、不審な電話があった場合は、うん、フラチって久々に聞きましたね、うん、110番または牛久警察署02987-0110までよろしくお願いいたしますということでございます、うんうん、ちなみに、うんうん、この間ね卒業アルバムの、うんなんか名簿かなんかのやつで牛久市にまた電話かかってきたみたいです、そんなことも起こってんの、うん、なんか同窓会のハガキがうんちゃらでみたいな、あれはこれそういうの、漢字よくやるか、それ言われたら、そういうのちょっと困るんですよ私も、うん、困ってしまう、そうなんです、うん、私もハガキ送ってね、うん、あのやり取りしてたりするので、うん、やめてください、本当にマジで普通にね、うん、偽電話詐欺やめろ、うんうんやめろすんごい上からというよりなんかすごい挑発してないかはい、ということで以上牛久の、ね、情報もろもろご紹介いたしました。できないできない、はい、続いては明日の気になるお天気だったかな、うんはい、違うな明日は、はい、あー来ました、ないんです、うん、で、はい、で、今回ですね、うん、何場所ですか、
き場所九州いや今一瞬稼ぎる私聞いてなかった面白かった、うん、すぐ笑ったね、はい、じゃあ九州場所ですね。九州場所です、はいはい、で、いつから始まりましたか。イエスタデイ、イエスタデイ、ワンスモア、イエスタデイ、イエスタデイ、イエスタデイ、11月8日のどんどん祭りの日に、うんはい、すごい稀勢の里がその日は大砂嵐、大砂嵐開催しましたね、うんうん、そして乗り切りました。乗り切りました。勝った勝った勝った。おめでとうおめでとう。一緒イエーイ。はい、続く第2日目2日目、そうですよ、うん、今日は吉風という方と戦いました。吉風さん、吉風さん、うん、33歳でございます。33、はい、年上だ。年上だよね。ミオの年まであと1年、うん、年上ちゃんミオよりも年上でござる。今日は何、え、もうもうです。早いよ。もうです。一瞬じゃん今喜んだんだけど雨降っちゃったよもうあー明日も雨。いや違うと思う。えー、いやもうなんかね、かつに超えー、ってなったの。え、なるよね。なるなる。むせちゃった。ただね、びっくりしちゃった。うん、今日ね、うん、今日のほう負け越した技名は、うんうん、肩透かしっていうやつだったね。ミヤちゃんも今肩すかし食っちゃったよ。そうかそうかでもね、うん、肩すかしっていうのもね、すごくね、うん、高度な技術を要する難度の高い決まり手なんだって。へえ。よし、実践。どうやってやるの。ね、こう相手に刺して、手を相手の脇に引っ掛けて、こうちょっとびっくりしたちょっとびっくりした。今だって実践って言われたんだからやるんだよ。何何相手の脇に、ね、こそばダメでした。ダメ。とりあえずね、実践できない。こそばびっくりして、こそばかったわ。で、相手の脇に引っ掛けて、はい、体を開きながら前に引き、もう一方の手で相手の肩を叩き、相手を倒す技らしいです。難しいですね。ちょっとね、できなかったな。難しいです。来週までに、ね、来週までに練習して動画を撮りましょう、うん、はい、はい、動画撮るんだ今すごいできなかったじゃあちょっと、はい、それでね、明日の会社に入って、うん、妙義龍でございます。妙義龍でござる。今ね、妙義龍も一生いっぱいなので、はい、楽しみにしたいですね。楽しみにしましょう。明日が悲しがってる。頑張って、キセちゃん。キセちゃる。キセちゃる、ファイト。頑張れ。はい。はい。今日は誰かな、火星人だ。おかえりなさい。いや火星人、いやサクッとお願いします。明日11月10日のお天気ですよ。雨、うん、雨なんだ。雨です、雨かと思いきや、うん、いや、うん、雨と曇りを繰り返します。もう曇りにもなるのね。そうです。はい、わかったなり。はい、最低気温がですね、15度。あ、寒くなる。今日より8度下がってる。最低気温が19度。あ、まあまあ、うん、でも風に雨だとシャボンとするから、シャボンボボ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 。ミヤッチも一緒ね。はい、かやさんがね、うん、手遅れちゃうみよ。おかえりなさいって言っておりますので、はい、皆さんコメント待っちゃおります。コメント待っちゃるぞ。はい、はい、ではコーナーを楽しみに、火星人一旦退却。退却、ありがとう。はい、ということで巻き巻きでいきましょう。続いてのコーナー、みわっちの牛久全域ダーツの旅、笑ってこらえないで。今日は桂町です。いいですか。はい、お願いします。ジョージです。
あ、ごめんなさい、違う、ジョージです、はい、はい、意識しましょう、はい、はい、ジョージです、久々です。前回はカズちゃんが投げたみたいですが、今日は私がいつものごとく投げます。どこかな、行きます、はい、ミヤッチ、行っといで、え、まだ行けてないなんかお風呂みたいな感じが、おー、まあ、右の方だ、どこでっか、これね、お、アミ東インターチェンジになってますね。マジですか、人いないぞ、あそこのあのアウトレットの方、あ、やばいよこれ、本当だ、え、何が面白いんですか、絶対人いないって、マジで本当だ、左側です、あれ、ここだ、左側、うわぁ、いった、わかりましたじゃあ、さ、ヤッチ探してらっしゃい行ってきます、すげえぞこれ、これ一発いったらね、え、ユーガンとかな、違いますっけ、カツラ町とか、カツラ町ユーガンとかだ、そう、そうそうですもん、アミンタン、よーし、カツラ町なんですな、そうそう、カツラ町って書いてますね、わかりました、カツラ町行ってきます、ユーゴン連れて行くかな、ユーゴン連れて、どの辺に人がいるんだって、ララ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 ラこんにちは、みわっちです。眩しいっす。今日午後でございます。今日は、桂町の、なんか、アミ東インターチェンジか、牛久インターチェンジ付近が目標ゴール地点。笑ってこらえてじゃなくて、ダーツの旅、牛久全域ダーツの旅、笑ってこらえないで行ってきます。です。モーキンヤ、モーキンヤ。県王道見えましたかな？牛久には、インターが2つもあるんだでよ。すげえ。まもなくね、目的地付近だって。あら、300m 先だってよ。着きました。300m、ここはですね、つくば南さくら工業団地、アミインターチェンジまでね、あ、あった、ここだ、アミ東インターチェンジ橋、ちょっと前なんですが、見てください、車いっぱい、青空いっぱい、太陽さんさん、人おらん、はい、人おらんおらんなんですが、はあ、ちょっとさっき長岡屋さんで引っ越しそば食べてお腹いっぱいです。じゃあちょっと人を牛人大地牛人発見まで行ってきます。あ、今日はもう網に来てしまった、アウト網アウトレットモールでございます。なんか面白そうな小道があったので入ってみます。ビニールハウスか、ビニールハウス、入りました、なんかいっぱい栽培してる、あ、大中シビト発見、あ、すいません、こんにちは、なんか柿とか取ってる、すいません、お世話になります、あ、本当ですか、うん、まあ、あちらのお父さんがありがとうございます。お世話になります。今日はダメだよ。日が立ってくれんの。え、
ダメなんですか？なんでですか？そんなこと言わないでください。あのちょっとだけでもぜひぜひ。ごめんなさい。ダメになっちゃう。すいません、お時間はあのちょっとだけでも大丈夫なのですいません。第一村人の会員、第一牛人っていう方で、ね、はい、牛人なんです。はい、じゃあよろしいですか、すみません。おみわっちと申します。こんにちは。あの、はい、みわっちと言います。はい、あの今日こちらはお名前をまず最初に伺わせていただいてもよろしいでしょうか。あ、そうですね、はい、そこの、中山果樹園の、はい、代表取締役中山さんでいらっしゃいますか。社長さんで、はい、下のお名前は中山治です。治さんですね、はい、はい、お次は次ははい、じゃあ、パパさんですか。長男の高幸です。高幸さんですね、はい、よろしくお願いします。あ、そしてお母様でいらっしゃいますか。はい、キクエです。キクエさんでいらっしゃいますね、はい、可愛らしい。そこの お孫さんですか。違います、娘の娘さんの外孫ね。あ、外孫さん。外孫ちゃん、お名前は誰だっけ。名前、名前ね、私の名前はアイリです。アイリちゃん、こんにちは。こんにちは、ミワッチです。そしてそして娘さんでいらっしゃいますか、はい、そうです。あ、じゃあ、あと、愛理ちゃんのお母様。お母さん、はい、どうもです。お名前は？ミカです。ミカさんですね。はい、あ、すいません、突然お呼び止めしまして。あの、ですね。すみません。ね、この、あの、そのいいところを教えていただいてもいいですか？いいところか。はい、いいところ。いいところな。もちろんこの中山果樹園さんですよね。ですよね。美味しい梨が取れるとこじゃないですか。美味しい梨が取れるとこ。トウモロコシと、あ、トウモロコシもされてるんですか。あら、梨とトウモロコシと。結構の上のネットをね、畳んでるところですね。このここのネットですね。こちらが梨の果樹園ですね。で、さっきあのお父様のお姿をお見かけした時にですね、はいはい、何か取られてたのは何ですか。あ、あれ柿ね。あれ柿ですか。あの柿を取られていたという、これですね、オレンジ色の柿ですね。柿はこれは果樹園とは別に栽培されてるんですか。そうだね、まあ、うん、果樹園とは別にな、なっちゃったからもみってるって。お父様がと、勝幸さんの高幸です。あ、高幸、失礼しました、はい、高幸、さっきカツ丼食べたんでね、カツって出ちゃうんですよ。高幸さんですね、はい、とお父様とお二人でですか、されてるんですか普段は。嫁さんと、あ、お嫁さんも、うん、娘も慣れてるところで、ね、高速道路すぐ乗れるとか、アウトレットができて、ね、だいぶ、うん、行けるとか、ね、牛久じゃないけど、いいとか、うん、あ、なるほど。あ、そうだね、あの、うん、だいぶなんかも近いし ね、 そうね、ただ、そういうの地元だったら意外とね、うん、あの、気づかないんですよ。意外と行かないんですか。行かないですか。すごい近くていいのになんか。そうだから、アウトレットも出来たばかりの頃は結構行ったんだけど、うん、今になったらあんまり行かなくなった。行かなくなっちゃったんですか。高山果樹園よろしくお願いします。はい、住所はどちらでしょうか。ね、牛久市桂町になりますね。牛久市桂町 の、 の、ここの番地はね、2439ですね、はい、2439ですね、はい、梨狩りとか来年とかしたいときは。梨狩りはないので、はい、とりあえずあの萌えた梨を、はい、購入に来てください。あ、直売はされてるんですか。そうそうそう、直売ですね。どの、ここ、こちらで、ここで、こちら、あ、こちらの、お店で、そうですね、はい、お買い求めいただけるということで。通ったら4月頃は花が満開だから、4月の20日過ぎが、4月の20日過ぎ、うんうん、梨の花も楽しみに見に来てください。よかったら食べてください。その前にあのトウモロコシも直売しますんで。トウモロコシいつですか、シーズン。トウモロコシはね、6月の後半から7月にかけて。あ、じゃあこうか、こうすればいいんですよね、すみません。
はい、中山果樹園さんの皆さん、第一牛人としてお会いすることができました。もうすごい嬉しいです。会えなかったらどうしようと思ったんです。はい、今日はありがとう牛久でございました。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。本当に助かりました。もう今日しか撮る日がなくてですね、本当にこの1時間で会えなかったらどうしようというところだったんで、すみません。役に立てば本当におかげさまでありがとうございます。今日じゃなかったらここいなかったからね。え、本当ですか。すごいタイミング嬉しい、本当にお世話になりました。今年、一昨年ぐらいじゃない、一昨年ですか。一昨年、同じの時期に8月の後半スタジオまで行って、あ、勝月さんじゃない、高木です。高木、はい、すいません、ごめんなさい。が、去年の8月ぐらいですか。あ、俺じゃなくて、パパさん、代表さんが、ありがとうございます。はい、しっかり宣伝させていただきました。はい、まだなってるもん、うちにもあるし、あの書きいただいちゃいました、はい、すいません、中山果樹園さん、書きが今たくさんとね、それで、はい、果樹園さんの書きいただきました、はい、ありがとうございました。はい、です。中山果樹園さんでですね、もうすぐに出会いまして、美味しい書きもいただいてしまいました。今日はダーツの旅、中山果樹園さん、今日このタイミングじゃなかった、いらっしゃらなかったということで超嬉しいでございます。以上、笑ってこらえないで、桂町版、終了です。ドロン、お疲れ様でございました。中山果樹園の皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。いいね、うん、なんか、ほっこりしちゃった、うん、本当にこれね、作業中だったのに、休憩中だったのに、取材協力してくれて、ありがとうございました。また出てください、待ってます。みやちゃん、その間になんかすごい歯磨き粉臭くなってますけど、あのね実験でね、歯磨き粉でマジックが落ちるかっていうのを今やって、あとほんと拭けばいいだけらしいんだけど、でもね、カピカピになっちゃった。なんかラシクになれそうよ。ラシクだよ。ラシクの色に。ラシクだよ。ラシクだよ。ラシクだよ。はい。というわけで、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いてのゲストさんのコーナーに移りたいと思いますので。はい、あ、コメントいただいております。はい、うん。ラシクだよ。はい。ラシクだよ。笑ってこらえてダーツの旅、所さんがやってるやつの歌ってたんだけど、なんか違う曲になりつつあるって子供に言われた。いやでもアレンジバージョン、アレンジバージョンです。はい、ありがとうございます。そうですね、はい、満足さんですね。はい、うん、おかえりなさい。手遅れです。おかえりなさい。皆さん、昨日のどんどん祭りお疲れ様でした。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。どんどんどん、お疲れ様でした。また、かゆさんですね。はい、午前中、佐野区域西口のイルミネーション飾り付けなんだけど、雨は勘弁してくれだね、本当に、はい、準備隊頑張ってください。ピッタさん、やっち、どうやら歯磨き粉を塗っているのよ。バレちゃった。早いね、気がついちゃった、うん、でもね、うん、いい感じに、やっち、すぐ落ちた。はい、ね、シュ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 って、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ CM 行きます。どうぞ。牛久に来た。正直やっていけるかすごく不安。こちらにまずどちらに置かれますか。みんなが助けてくれる。この町には染谷がいる。
CM の間に南部コーヒーのせいちゃんが登場してくださいました。おかえりなさい。よろしくお願いします。ということで毎月ですね、うん、第2月曜日はじゃ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 ん、チャメ TV 谷町スポンサーさん南部コーヒーさんからですね、もう家族総出で登場していただけるということで、はい、今回は、まあ、前回にも引き続きせいちゃんが飯島聖子さんが登場してくださっていろいろとお話をお伺いしていきたいと思いますので、はいはい、今日はよろしくお願いいたします。髪、はい、切りましたか？今日切ってきました。頭切ったいいともっぽいですね。髪切ったそう、さっぱりしておりますけれどもね、じゃあいろいろとお話をお伺いしていきたいんですけれども、はい、もう毎回ねこれ切っていきたいなと思うことがありまして、うんうん、何でございましょうか？今月のランキングが南部コーヒーさん毎月毎月ですね、そうホームページで大好評のコーヒーが、うん、はい、うん、売れた順にベスト5から並んでいるんですよね、はい、なので、うん、ちょっとね5位からジャ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 ンって行きたかったんですけれども、うんうん、全部出てしまいますので画像で、はいはい、なのでエンドロールじゃなくてなんてドラムロールお願いしました。ドラムロール今月の南部コーヒーさんのベスト5をご紹介していきたいと思いますので、はい、第5位、うん、もうね全部出ます、パーン出ちゃいます、うん、ということで11月3日の更新となりますけれども、なので先月売れたランキング、はい、うん、はい、じゃあちょっと5位からサクッと紹介していただきましょうか、うん、はい、大体3位4位5位はここら辺が、うんうん、うろうろするんですけど、コロンビアスプレモプレミアムショコラガテマラ、うん、SHB って何ですか？ SHB って豆の評価のランクで、うん、これはねショートブレンドとかじゃないんです。そう、国によって格付けの仕方が違うんですが、うん、ガテマラは、うんうん、最高級グレードの S がストリクトリー、うん、ストリクトリ ー H がハードハード、B がビーン、ビーン、うん、なるほどね。じゃあ超すごい豆ってことですね、うん、そうです、いい豆です。いい豆が4位で、プレミアムショコラってチョコレートみたいに甘いんですか？あ、そうなんです。ブラジルの豆なんですけれども、うんうん、はい、チョコレートの味がついてるわけじゃないんですが、うん、コーヒーの風味がチョコっぽいっていう、うんうん、カカオみたいな感じ、そういう風味が後からふわっと立つんです、ちょっと飲んでみたいプレミアムショコラ、うん、ぜひ、うん、あのご注文ください、はい、ご注文しに行きます。ちなみにコロンビアスプレモ、スプレモって何だ？スプレモもこれもランクで、うん、スプレモも最高の名前、なんか最高級の豆揃っちゃってます南部コーヒーさん、楽しみ。そしてね金銀銅とありますけれども、はい、第3位参りましょうか。ブラジルサントスナンバー2、はい、シャープ18とか言ってるんですけど、うん、はい、これもなんかこう不思議ないろいろなのが、うん、ブラジルの豆のランクの付け方で、はい、豆って、うん、欠点豆っていうのがあって、欠点豆、欠点豆っていうのが欠点あのダメなやつ、そう、ちっちゃかったり、うん、かびてたり、うん、貝豆ってあの中が空洞になってるとか、うん、そういう言い方あれなんですけど、不純な豆入れると美味しくなくなっちゃうような豆のことを欠点豆っていうんですけども、うん、それがどれぐらい取れたコーヒーに入ってるのかっていうので決められるんですが、ナンバーワンっていうのが欠点豆が全然入ってないっていう意味なんですけど、ブラジルはあのそういう作物の中にあの欠点があるものがないわけがないじゃないかということで、ナンバー2っていうのが一番最高のもの。おお、なるほどね。シャープ18は豆の大きさの種類があるんですけど、大きさの規格ですね。18って大きいですか、小さいんですか？大きい方。これゼロからあるんですか？シャープゼロから。シャープゼロからはないんじゃないかな。シャープ1とかですか？そのあたりはあのぜひあの皆さん調べましょう。そんなにちっちゃいのないと思う。でもシャープ18のサイズが第3位であると。なるほど。そして第2位がこれもなんかハイチ G1。ウォッシュド。ウォッシュド。洗ってあるの？そうなんです。あの豆の精製の仕方。うんうん、の名前がちょっと豆に入れてるんですけど、ウォッシュドは水洗式っていう意味で、豆
豆コーヒーチェリーって言うんですけど、コーヒーチェリー、そう、コーヒーになるまでって結構過程がありまして、うん、お米みたいに脱穀しなきゃいけないんですけど、うんうん、その過程の中で豆を、うん、水で洗う工程があるので、ウォッシュと。普通は水で洗わないんですか？ブラジルとかは乾式って言って、うん、天日干しで乾燥して脱穀するような方法もあるので、それはやり方によってもまた味が変わったりするので、結構奥深いんですよね。煮出すと大変になるので。ちなみにハイチG1 ウォッシュド2なんですけど、これは先月10月のお買い得豆っていうのを毎月設定してるんですけど、お買い得豆が入ってる2位になりました。なるほど、という結果です。じゃあ、はい、気になる第1位は我が南部コーヒーが、いやー、南部コーヒーブレンドがオリジナルブレンドです。第1位であると、はい、こちらはあれですよね、前回も豊さんが、うん、いい感じにブレンドしましたみたいなこと言ってたやつ、うん、あ、動画で撮ったやつ、うんうん、あれかな、うん、まあ、いつも一番いることが多いので南部コーヒーおすすめしやすいですし、うんうん、みんなにもこだわってブレンドしたものなので、うんうん、この間もお客さんがまた、うん、飽きないんだよねこのブレンドって言ってくださったので、だそうでございますので、まずはじゃあやっぱり南部コーヒーさん行ったら、うん、南部コーヒーブレンドを頼んでみるのはいかがでしょうかね、ということでございますね、うん、というわけで10月のランキングはこのような形で、うんうん、1位が南部コーヒーブレンド、そして2位がお買い得豆のハイチ G1 ウォッシュド、そして3位がブラジルサントスナンバー2のシャープ18という結果でございました。じゃあは続いてですね、こちらもまた気になるまたね、お豆があるんですよね。先ほども今2位になってましたけれども、お買い得豆、はい、はい、毎月ですね、うんうん、おすすめしたい豆をちょっと通常よりも価格を下げてお出ししてるんですけれども、うんうん、それの11月のお買い得豆を、うんうん、今月はお知らせします。なんでしょう、じゃん、はい、11月のお買い得豆はコーラルマウンテン、そうです、コーラルマウンテンという名前が、はい、豆はコスタリカという国で取れた豆ですね、はいはい、コスタリカで取れたコスタリカ、これは場所、うんうん、場所はですね、中米っていうくくりになるんですけど、うん、北アメリカと南アメリカがあるじゃないですか、はい、大陸が、はい、その間のちょっとこうか細くつながってるあたりの国、はいはい、つながってるところの一つがコスタリカ、そうです、ね、ということだそうです。あそこら辺よく豆が取れる地帯なので、赤道のあたりということですよね、はい、コーラルマウンテン、コーラルって何ですか、コーラルは、うん、その取れる地帯がすごく綺麗な山で、なんか藍色に見えるっていうところから、うん、コーラル、だからコーラルって多分調べたら、そうなん、サンゴとかサンゴ礁、多分サンゴ礁の青いイメージなのかなと思うんですけど、そういうので名前がついて、そしてマウンテン、マウンテンって多いですよねコーヒーで、はい、あのコーヒーの産地は、うん、あの標高が高い山が多いんですよね、うんうん、そういう気候、山の気候で育つと、うん、良いコーヒーが取れるって言って、うん、割と知識的にマウンテンつくと美味しいって思うと、いいかもしれない。なるほど、ね、なんかよくね、缶コーヒーみたいなのもなんとかマウンテンあったりとかしますけれども、ぜひ皆さんもコーラルマウンテンよろしくお願いいたします。月替わりなので、あのいつも同じコーヒーを買ってる方もいろんなコーヒーを試してもらえるっていうことで、一緒に買っていただくことが多いですね。なるほど、じゃあいつもの自分の好きなものと、そして試してみようかなとね。でもこうやってね、お買い得豆ってあるとやっぱり買いやすいですね、買いやすい。なので皆さんもぜひコーラルマウンテン試していただきたいと思いますでございます。で今日はなんとそのコーラルマウンテンをですね、はい、実際に先ほど店で入れてきました。わお、
ここで飲ませていただけるということ？そうなの。大変大変。なんか大丈夫です。うん、おお。ちょっとみまっち感激で写真撮っちゃおう。じゃあ。わあ。これ。せいちゃんが入れていただいたコーヒーいただきます。せいちゃんが入れてくれました。はい。熱いのリクエストで。はい。じゃん。ということで11月のお買い得豆コーラルマウンテンを香りをそうもねまず嗅いでいただいていいんですかこんなにいっぱいあはいたっぷりありますもう一気にコーヒーのここがコーヒー屋さんになりました香りが落ち着くほんとそれそんなに深い入れ方をしてないのでじゃ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 んこんなお色でございますコーヒーの色ですねいただきますワイン色じゃなくて今日コーヒー色だねうん、うん、いい香り猫舌の私飲めるかなゆっくりいただいてもいいですかいただきますいただきます皆さんね全員にいただきましたよあの放送事故にならないからあれ一人でいいですよ苦くない飲みやすいはない、うん、すごく飲みやすい、うん、なんかスーッと入っていくそうなんです舌の上でこうはね、とどまらない感じ、うん、苦いっていうことはないのででも渋い渋くはない酸味酸味酸味ちょっと、うん、酸味ある、ねま、丸い酸味がそうなんかね尖ってないんですけど、うん、でもなんか渋いっていうのかな なんだろうこの渋いって言わないこれ 酸味、うん、酸味ちょっとね、でも私あの感じたことを味覚障害なので。いやこれね、飲みやすい。酸味ダメなんだけど、うん、酸味ダメのミワッチでもいける酸味。丸い。丸い。うん、ちょっとあのちなみにお味をちょっとこんな感じだよって言うと、表現をすると口でどういう感じで、せいちゃんの表現だとどういう感じになりますか？このコーラルマウンテン。ふって笑わないの。まあしっかりと、うん、コクも感じますし、あこれコクか。うん、コクと、うん、コクですかね、うん。ボディっていうらしいんですけど、うんうん、ボディ。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 ボディを感じます。うん、いわゆるコク苦味っていうのもあるんですけれども、うん、そこに丸い酸味がプラスされて、うん、ちょっとこう秋の日だまりに。うん、打ち解けながら飲む一杯みたいな。わお、素敵だな。すごい。いやこの季節にやっぱりおすすめな豆だということですね。エンディングテーマかかってますけど。そうですね。今日これで終わってもうだとあと多分15分ぐらい必要です。欲しいところですけど。うん、ちょっともういっぱいもっと聞きたい。ちょっと次も。いけますね、これいいですか、はい、引っ張りますこっちでちょっと引っ張っていただいて、はい、そうでもこれね幸せだよ、うん、本当にね、うん、上質な時間をちなみに今ね11月のお買い得豆なので、はい、コーラルマウンテン 200g が900円、うん、そうですね、はい、こっちですねコスタリカのですからぜひ南部コーヒーさんに行くと、あれですねハートフルクーポン券を持ってはい、買いに行くと、うん、だからハートフルクーポン券お釣りが出ないのでもうちょっといろいろ買っていただいて、うん、はい、細かいものもうちょろちょろ買っていただいて、はい、あと 100g 単位で増やしていけばあということで、はい、そういうなんか豆知識もね、うん、今後、はい、豆だけに豆知識 ありがとうございます、はい、キレキレで、キレキレ、いやでもなんか面白いですねコーヒーも、うん、そのなんだろうな苦いとかそういうのだけじゃなくて、うんうんうん、でこれは何だろうって思ったりするとまたちょっと違う楽しみ方があるので、うんうん、やっぱりなんだろう貴族的な間違っていかないたしなみたしなみ的ななんかそういう感じですよね、うん、そうですね知れていくと、うん、ワインとかもそうですけど、うん、クラフトビールもそうですけど、うん、どうするとこういう味になるのかなとか、うん、自分の好みは何だろうとか探していくのか、うんうんでもこれってでもその豆の入り方でこう味もやっぱ変わるんですよね。だから今日のこの味
もしくはまた今度やった時もまた違った味でいろいろと自分の好きな味が楽しめる、ね、入れ方とか器具によっても味の出方が変わるので引き方はどう違う？それはちょっと今後また次回ちょっと次回か次回か豆知識をちょっと教えていただきたいと思いますので、来月もせいちゃん、そしたらそうです、ね、じゃあせいちゃんに今日いろいろとね教えてもらいたいことがあったんですけども、うん、じゃあそれは次回、次回また詳しく教えていただきたいと思いますので、入り方と引き方について、はい、ですよね、入り方引き方です、ぜひ楽しみにしていてください、はい、ということで、まあね、11月はコーラルマウンテン、皆さんぜひ南部コーヒーでゲットしてください。チャンミオ TV を見たで豆が1粒サービスになります。1粒今2になって1粒サービスされるかもしれない、まあ、なんか嬉しいことがあるかもしれないので、うん、ぜひ皆さん行ってみてください。よろしくお願いします。ということであっという間にお時間になってしまったんですけども、最後ですね、チャンミオ TV の提供さんご紹介して、コメントを確認して店じまいにしたいと思います、はい、では VTR どうぞ。チャンミオ TV は佐藤新聞舗様、高萩カントリークラブ様、筑波中央法律事務所様、株式会社染谷生活支援部様、旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社山陽ホーム様、南部コーヒー様の提供でお届けいたしました。衣装提供は門倉商店さんと帝さんの提供です。チャンミオ撮ってきました。ということで、うん、今歯ブラシこのおでこ触ってましたけどね、カピカピです、カピカピです。ちゃんとまあでも本当に落ちるんで、うん、マジックは歯磨き粉で落ちるということが実証されました。はい、あとで動画を見てみてください、はい、じゃあコメントは今日は来てるかな、はい、来てるなり、はい、じゃあお願いします。はい、ですね、うん、マゾクさん、はい、おー、ナブコーヒーさんの CM、うん、すごーハッピー。そうでございます、種類がたくさんあるので自分の好きな味を探す楽しみがありますね、うん、そうでございます。コ、うんうん、ーラルマウンテン、うん、秋の日だまり、うん、羨ましい、うん、ぜひ頼んでください、はい、さん、うん、ボディってワインみたいですね。バディバディバディワインみたいですね、うん、コーラルマウンテン飲んでみたいな、美味しいよ、ぜひね、南部コーヒーに買いに来てください。セッターさん、うん、あー飲んでみたいよコーラルマウンテン、コーラルマウンテン超うまい超うまい、本当に美味しいです。カッキーナさん、はい、お帰りなさい、お帰りなさい、お帰りなさい、ソメヤさんに見積もり依頼だって、え、引っ越し来たよ、おお、依頼してください。あの南部コーヒーを見たかチャンミオ TV を見たかどっちか言ってくれるといいことがあります。はい、以上です。はい、ありがとう、おいしくです、ありがとうございました。でも本当にね、うん、頼んでください。ネットでも買えますので、遠方の方は注文できますので、はい、なので、ね、遠くで見てるあなたも南部コーヒーさんのコーラルマウンテンお買い得豆買えちゃいますので、ぜひぜひ注文よろしくお願いします。ということであっという間でございましたけども、今日はありがとうしくでございました。では皆さんもね、今日も見てくださってコメントくださってスタジオに遊びに来てくださってありがとうしくでございました。また明日もウキウキハッピーにお届けしますので、明日もぜひぜひチェックしてください。それではおやすみなさい、バイバーイ。